お待たせ。どうかな、この水着。そっかな、かわいい？ねえ、どこに行こうか。なんだか面白そうだね。うん、行きましょう。へえ、ウォータースライダーって緩やかと急流、2つのコースがあるんだね。バレた？でも急流コースにどうしても行きたいなら、私もチャレンジしてみる。ねえ、他のところにも行ってみようよ。ねえ、水泳って怪我のリハビリとかお年寄りの運動にもいいんだってね。そうなんだってね。トキシよく知ってるね。いろいろ歩き回ったらお腹空いちゃった。ねえ、何か食べてから帰りましょう。うん。今日は結構歩いたよね。ここでちょっと休憩しましょう。おばあちゃんね、もともと体が弱かったんだ。でもカズミ、そういうことあんまり言わない子だから、ほんと水臭いよね。その話はしないでよ。テストは毎回自信がないんだから。そろそろ帰らなきゃいけない時間だよね。うん、本当はね、もうちょっと一緒にいたいけど。今日は楽しかったよ。その、一緒に帰らない？よかった。あの、一つ相談してもいいかしら。私、今ちょうど恋愛もののお芝居を練習していますの。でも、恋愛感情を出すシーンになると、どうもうまくいかなくって。演技が型にはまりすぎて、面白みがないと言われるの。どうしたらうまく演じられるのかしら。ごめんなさい。そうよね、自
自分だったらどうするか考えてみればいいのよね。わかりましたわ。私これから少し一人になって考えてみますわね。ええ、どうもありがとう。では失礼します。どうかしました？そういえばここのところ芸術センスが良くなったみたいよ。ええ、よくってよ。ご一緒しますわ。テスト問題を解くにも才能やセンスって役立つと思いますわ。演劇と通じるものがありますもの。あら、どうしたの？あら、その日は都合が悪くてよ。この日でいかがかしら。あら、よかったわ。ええ、お待ちしてますわ。とても楽しみですわね。謝ることないよ。それよか、せっかくバイト一つ休んだんだから思いっきり楽しまなくちゃ。
ここ遊びに来るのって初めてなんだ。バイトだと何度も来てるけどね。付き合ってくれて。